本拠地でのダイヤモンドバックス戦前に、ムーキー・ベッツは自身の回復状況とリードオフマンとして輝いている大谷翔平についての考えを共有しました。ベッツは6月16日のロイヤルズ戦で左手を骨折しました。完全に治るまで待たなければなりません。回復には6から8週間かかる予定で、現在は2週間が経過しましたが、まだ道のりは長いです。現在、彼は投球練習、ランニング、筋力トレーニングに集中しています。 ダイヤモンドバックス戦前には、ボールを使わずに、ショートの守備練習も行いましたが、基本的な守備動作のトレーニングを続けました。レッツは復帰後、自身のリードを不満の位置にこだわりません。大谷は、このポジションで素晴らしいプレイをしています。また、ショートでは35歳のミゲル・ロハスが、高守量面で印象的なパフォーマンスを見せています。重要なのは、良いプレイをして、チームを勝たせること。ポジションの変更は、気にしません。 今年やってきたことに難しいことはなく、問題もなく、挑戦を受け入れる準備ができていますと、ベッツは語りました。ベッツがチームを離れた後、大谷がリードオフマンの位置を引き継ぎ、14試合で打率352という印象的な成績を収めました。ショートのポジションでは、ミゲル・ロハスが優れた守備力で安定感を見せています。ベッツは、リードオフマンの位置にこだわらず、チームが必要とするどのポジションでもプレーする用意があると述べました。 これにより、ギャビン・ラックスをベンチに下げ、ベッツをセカンドのポジションで使うことで、チームの戦術に柔軟性が生まれます。ベッツは非常に理解があり、柔軟性も持っています。私も、大谷がリードオフマンの位置でプレーすることに対する、彼の見解に同意しますし、大谷もそう感じているでしょう。私自身は、大谷がリードオフマン、ベッツが2番打者としての組み合わせと影響を見たいと思っています。ベッツが、大谷を本当に尊敬していると感じます。 彼はスーパースターであり、外野手としてゴールドグラブ賞を受賞したこともありますが、それでもチームの利益のために内野ポジションに移る意欲を持っています。これは彼がいかに素晴らしい人物であるかを示しています。彼はハンサムな顔立ちだけでなく、声やインタビューの内容も非常に印象的です。一郎よりも小柄ですが、メジャーリーグのトップバッターの一人です。彼は非常に多くの魅力を持っているため、好きにならないわけがありません。 彼の YouTube プロジェクトで最近公開されたグラスノーとのインタビューでは、レッツは大谷について絶えず質問しながら、今シーズンの素晴らしい投球についても話しました。グラスノーはその質問に戸惑っているようでした。レッツも大きなスターであり、有名なラッパーでもありますが、彼は非常に謙虚です。彼が完全に回復し、再び輝きを取り戻すことを願っています。レッツの出塁率は非常に高く、これはリードを不満として素晴らしいことです。 彼はヒットが多いだけでなく、選球眼も良いため、死球をよく選びます。さらに、得点圏での打率も非常に高いので、彼は打順の2番か3番に適していると思います。ベッツにとって、彼が上位打線にいる限り、どのポジションでも構いません。あとは、コーチが彼の具体的なポジションを決めるでしょう。ベッツなら、多くの状況に適応し、適切なバッティングを行うことができます。これは誰にでもできることではありません。 誰が1番や2番であっても、後ろにフリーマン、スミス、ティー・ヘルナンデスという強力な3人がいると、大きな違いはないでしょう。選ぶなら、大谷が1番に最も適していると思います。出塁率の高いベッツが後ろにいると、大谷のスピードを生かして、1、2番の状況を作りやすくなります。大谷が盗塁して、1、3塁の状況を作れれば、得点率はさらに高くなります。1番打者のポジションは、最初の打席だけに意味がありますが、 このポジションの打者は自分の戦術を自由に実行できます。最近、大谷は最初の打席で多くのホームランを打っていますので、これは彼にとって最適なポジションのようです。もし大谷が以前のように2番に移るとしたら、それは別次第です。しかし、考えすぎると、ベンチからのサインに影響を受けたり、集中力が低下する可能性があります。別が1番に位置すると、大谷が出塁後に盗塁する機会が減ります。この状況を処理するのに、別が最適です。 ベッツの打席での粘り強さは大谷以上であることは誰もが知っています。3試合に1本のホームランという率で、ベッツがいる時に2点のホームランを期待するよりも、類を進めやすい打順にする方が合理的です。強打者は得点圏でシングルヒットを狙うことを考えるかもしれませんが、MLB はそう簡単ではありません。しかし、高い技術を持つベッツは様々な状況に対応できます。 彼はどの打順でも打てますが、大谷はそこまで柔軟ではないかもしれません。大谷は高い実力を使って圧倒し、どんな状況でもパフォーマンスを維持する傾向があります。最終的には、ジャッジのように、多くのホームラインや長打を打つ結果になるかもしれません。ベッツも望めば、この道を進むことができます。ベッツの不在は大きな損失ですが、大谷が調子を上げ、他の選手たちの努力とともに、チームは安定したプレーを続けています。だから、ベッツは急ぐ必要はなく、 完全に回復してシーズン後半に戻り、決定的な試合でチームを加速させることが重要です。ベッツが一番打者の位置にこだわらないことは素晴らしいことであり、チームのための精神を示しています。メジャーリーグのほとんどの選手が自己中心的な態度を持っている中で、ベッツの献身は評価されるべきです。ベッツの退場は損失ですが、大谷をリードを不満に置くことで、彼が自信を持ってプレーできるという積極的な効果があります。 大谷に続く、ウィル・スミス、フリーマン、テオスカーのラインアップは、相手にとって、本当の脅威となります。しかし、他の選手たちは、まだ細部のプレーにおいて、献身的な精神を発揮できていません。地区大会で勝利することは可能ですが、短期決戦で勝利し、世界チャンピオンになるためには、犠牲フライや、新イダで、確実に得点する必要があります。 相手にとって最も厄介なラインアップは大谷、ベッツ、フリーマン、スミス、マンシーがジグザグに並ぶ打線でしょう。また、ベッツが2番に打つべき理由の一つは、フリーマンが左打者だからだと思います。大谷とフリーマンが連続して打つと、相手は大谷に対抗するために、左投手に交代することがよくあります。さらに、大谷がリードオフマンに位置すると、彼は容易に投塁を実行できます。 大谷が盗塁に成功すると、レッツは自身のヒットで得点を稼ぐことが容易になります。レッツとマンシーが早く戻ることを願っています。テオスカー・ヘルナンデスのポジションは必ずしも6番である必要はありませんが、彼がどの位置で打っても、打線は非常に強力で、相手にとって厄介です。パズや他の選手たちが調子が良ければ、アウトマンやヘイワードの良いプレーができるでしょう。レッツはどのポジションでも適していますが、彼は1番を好むかもしれません。 ベッツは選球眼が非常によく、三振でアウトになることが少なく、長打も打てます。小柄ながらも、彼はホームランを打つ力を持っており、様々なポジションでプレーできる、多彩な選手です。彼は、チームの状況に応じて、柔軟に調整する能力を持っています。これが彼が MVP にふさわしい理由かもしれません。ベッツが怪我をしても、ドジャースは揺るがず、チームの無限の力を証明しています。ドジャースは、ベッツ、フリーマンという、MVP トリオを持つことができ、 彼らは選手としてだけでなく、野球界で素晴らしい人格を持つ人々でもあります。優しい手、オスカー・ヘルナンデスも、オールスターで彼らと親しい関係を持っており、エースのグラスノートも非常に仲が良いです。もちろん、これはすべて大谷の素晴らしい人格のおかげです。大谷がドジャースに移籍したことは、本当に素晴らしいことです。大谷はエンゼルスでも快適に過ごしていましたが、彼は常にチームの勝利を渇望しています。 ベッツの打撃と守備のポジションについてはおそらく彼は2番打者としてセカンドベースでプレーするでしょう。大谷をリードオフマンにベッツを2番、フリーマンを3番に配置することは素晴らしい組み合わせです。ロバース監督もジグザグ打線の配置を支持しています。ベッツが完全に回復し最高の状態で戻ってくる日を楽しみにしています。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は チャンネル登録よろしくお願いします。